こんばんは、くまスポです。サッカー J3 の開幕がいよいよ今週末に迫りました。はい、そこで大木武監督、そして大津高校出身でロアッソの在籍が最も長い副キャプテンの黒木康平選手にオンラインでお話を伺いました。はい、やっと来たという気持ちですね。早く開幕したいなという気持ちでいっぱいですね。最初は無観客かもしれないですけど、あのお客さんたちがたくさん入った時には周囲で迎えられるように、あの開幕からスタートダッシュ、あの全力で頑張りたいと思います。J3 開幕は当初3月7日の予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で延期に延期を重ねました。しかしこの時間は今年大木監督を迎えたロアッソにとってむしろプラスになったといいます。日にち重ねるごとに、なんていうんですかね、チームの監督の求める戦術をやっぱ理解できるようになってくるし、大木さんの求めるものをみんながなんていうんですかね、体現できるようにする時間はたくさんあったと思うので、いい準備ができたと思います。もし僕を超えれば流す感じ、ね、その大木監督、普段から細かい指示を出し、平均の練習時間は去年の倍の1日3時間余り、長い日には6時間にも及びました。この徹底的な質と量にこだわる方法で、かつて甲府を J1 に導きました。選手たちの間では、これまでのサッカー人生で一番厳しいとの声も。それで厳しいって言ってるようでしたら、今までは少し甘かったんじゃないかなという気もします。大木監督の練習量を黒木選手はどう感じているのでしょうか。俺長いとは今言ってなかったですよ。ポジションの修正だったり、ボールの受け方だったり、その受けるスピードだったりとか、まあ、ボール持ってないところもそうですし、まあ、細かい技術もそうですけど、一個一個、まあ、当たり前ですけど要求高くて、まあ、その要求にみんな応えられれば本当にかなりいいチームだと思います。その大木監督の目指すサッカー、それは迫力ある攻撃的なサッカーです。できれば点取る、もたくさん取れるように、それからもう一つは攻撃的というのは、守備の方でも攻撃的にという部分は、いつも意識してます。まあ、見に来てくれたお客さんがもう一度見たいようなゲームをすると。昨シーズン課題となったのは攻撃力。前半戦は首位を走りましたが、後半は攻撃を読まれ思うように得点できなくなりました。相手に引かれた時に崩せなかったりとか、そういったところ多かったと思うんですけど、今年本当に攻撃的で、まあ、相手に引かれてもいくつもバリエーションを持って、攻撃に人数がいる分絶対崩れると思うので。新型コロナウイルスによる延期期間を入念な準備に変えて臨む今シーズン、その開幕の日まであと5日です。いくら準備しても状況は変わることがありますんでね、言い方もこれもあまりいい言い方ではないかもしれないですけど、出たとこ勝負みたいなところもありますんで、ただそれだけの対応できる心構えというかですね、それだけは持って臨みたいと思います。このチームのやっぱり規模とか選手とかそういったことを考えても、絶対 J2 にはいなきゃいけないと思うので、本来なら去年1年で上がらなきゃいけなかったんですけど、でも今年も必ずそれができるチームだと思うので、何としても上がれるように頑張りたいと思います。たくさん作ることができた練習時間で、新たに着任された大木監督としっかりこうコミュニケーションが取れている、そんな様子が伺いましたね。しかも大木監督さすがですよね。厳しい要求、長い時間ね、そういうハイレベルなことを求めて、もう意欲も、ね、そして実力も万全という感じがしましたね。もう準備はバッチリという感じが伝わってきましたよね。はい、そのようやく成果を発揮できる時が来ました。はい、待ちに待った開幕戦、今度の土曜日夕方6時からホームの笑顔健康スタジアムで、相手は J2 から降格してきた鹿児島です。うん、来月半ばまでは無観客となります。
試合の様子はスポーツ中継を手掛ける有料チャンネルで配信されます。お家で声援を送りましょう。はい、頑張ってほしいですね。はい、以上、くまスポでした。